ヤッホー沙織です。乾杯。イエイ。ドラクエ10やってきます。はい、アズランのクエストです。やっていきたいと思います。このニーベルちゃん、フーラちゃんのお友達でしたっけ。はい、話しかけてみましょう。急に泣かれました。どうしたんですか。私ね、大事なピッカピカの指輪をでっかい鳥さんに取られちゃったの。お誕生日に買ってもらってとってもとっても大事にしてたのに、鳥さん遠くへ飛んでっちゃったの。東の山を越えてきっとキリカ草原の海鳥の森まで行っちゃったんだわ。お願い旅人さん、私の指輪取り返して。鳥さんに奪われた。そうですか、見つかるかな。はい、受けましょう。ありがとう旅人さん。キリカ草原は町を出てまっすぐ北東へ進むといけるんだって。あの指輪はね、ママが買ってくれた一番大事な宝物なの。もし指輪を取り返してくれたら、私の2番目の宝物をあげるね。はい、わかりました。そんなに泣かれるとね、ちょっと不憫になっちゃうので、はい、頑張って見つけに行きます。はい、バシッコちゃんに飛ばしてもらいました。さあ入ってみましょう。海鳥の森、海鳥の巣ですね。はい、巣に入ってきたら、おや、なんかガラクタ城と似てますね。すごい物がたくさん置いてあるんですけど、はい、この魔物が、鳥がですね、いろんなものをここに運んでるのかな。あ、急に戦うことになっちゃった。はい、海鳥クワッドですって。はい、頑張って戦っていきましょう。はい、戦いからのスタートですね。今回のクエストはカカロンでいいかな。はい、よいしょ。すごい、なんか前に攻めすぎてしまった。私そんなに打たれ強くないのに。はい、後ろから、こいつは飛んでるからな。あー、稲妻かな、どうかな。よいしょ。バトルマスターさんがいるから。あ、ミオナズンやって。怖い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 、これは怖い、これは怖いよ。暴走したしな。イオナズン食らっちゃったね。大丈夫か。暴走しましたしね、今ね。はい、稲妻します。よいしょ。はい、うーん、あんまりやな、そんなに食らいませんでしたね。じゃあ火柱、おい火柱、お、こっちの方がいいですね。わー、お、ナイスマヒアド。じゃあメイドフーマできることがね、限らない。あ、イオナズンが、イオナズンが来る。怖い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 、うわー、間に合ったかな。あ、暴走、めっちゃ暴走しますやん、ヨナズンが。ハッスルダンスありがとう。懐かしいね、ハッスルダンス。はい、私はもうやっぱり火柱やな、これな。はい、赤文字になりました、あっちゅう間に。よいしょ、ういー、バトルマスターが強い。倒しました、あっという間でした。ういー、さあ、指輪見つかるかな。ガラクタいっぱいあんねやけど、あ、光ってるわ、ひときわ輝いているわ。ニーベルの指輪、はい、無事見つかりました。はい、届けましょう。ん、ま、れ、ん、なんやなんや、あ、あ、なに、これなんやったっけ。ケキちゃんやっけ、フーラちゃんの持ってたぬいぐるみにそっくり。巨人族よ、僕の声が聞こえるか。巨人族って、私人間ですけど。あ、聞こえるのは聞こえますけど。おお、聞こえているか。どうやら術は成功したようだな。驚かせてすまない。今のは僕と巨人族である君が言葉を交わせるようにするための術だったんだ。僕の名はシグルド、世界の均衡を守るべく戦うバルハラの戦士。君の名は、そうか、沙織か。僕の想像通り、たけたけしく美しい名前だ。なんやなんや、勇猛な巨人族。巨人族ってなんやろね。沙織よ、君は気づいているか。我らの世界の均衡が崩れ始めていることに。僕はそれを食い止めるために長い旅をしていたが、その途中で先ほどの巨鳥に捕まり、この巣に囚われてしまったんだ。まったく、とんだ目にあったが、これも沙織に出会うための運命だったのかもしれない。君に相談したいことがあるんだ。
すまないが、仲間の待つバルハラの館へ僕を連れて行ってくれないだろうか。バルハラって何ですの？なんだって？君は人に頼まれて巨長に奪われた指輪を取り返しに来ていたのか。それなら優先すべきはその使命だな。まずはその指輪を持ち主に届けよう。話がわかりますね、このぬいぐるみ。勇猛な巨人族サオリオ、僕の足では移動するのに時間がかかる。君のカバンに入らせてもらうぞ。入った。大事なものとして手に入りました。戦士シグルドね。はいはい、ニーベルちゃん、無事指輪が見つかりましたよ。あ、それ私の指輪、一番大事な宝物の指輪、旅人さん取り返してくれたんだ。はい、渡しましょう。はい、ニーベルの指輪。わあ、ありがとう。じゃあ旅人さんにはお礼に2番目の宝物あげちゃう。何くれるんですか？蝶の羽。ありがとうございます。私この指輪もう絶対なくさないように大切にする。ありがとう旅人さん。はい、そうしてください。さて、え、ん、カバンの中からシグルドの声が聞こえる。どうやらこれで君の使命は済んだようだな。それではすまないが、僕の仲間が待つバルハラの館へ向かってくれ。実は幸運なことに、バルハラの館はこの巨人族の町にあるんだ。巨人族ってエルフのこと？え、わからんけど。あの階段を上がれば、巨人族の住まう特別大きな家があるフーラちゃんちよ。そこに入って、右手にある桃色の扉の部屋を目指してくれ。フーラちゃんの部屋じゃないの？え？ちょっとサイズが大きいけど、この指輪はママが買ってくれた私の一番の宝物なの。もう絶対なくさないように大切にするね。はい、よかったね。さて、じゃあフーラちゃんに会いに行きましょうか。必然的にそうなっちゃいますよね。嬉しいです、フーラちゃん、久しぶりやな。はい、ピンク色のドア、ここはフーラちゃんの部屋なんですよね。はい、なんか同じようなやつがおるぞ。みんな遅くなってすまない、僕だ、今帰ったぞ。おお、ジグルド様、よくぞご無事でお帰りになりました。お怪我はねえようで何よりです。あっしらはみんなジグルド様のお帰りを首を長くしてお待ちしておりやした。ところでその巨人族は、あの者の視線を浴びても体が動くということは、シグルド様、ついに巨人族の戦士にふさわしきものをこのバルハラの館へとお連れになったのですな。もう何喋ってるかわけわからんのやけど。サオリ、我々バルハラの戦士は先ほどの術のかかっていない巨人族の視線を浴びると体が動かなくなるんだ。これは我々が世の断りに背いたゆえの制約。バルハラの戦士は元はみんな戦いのうちに命を落とした戦士なのだ。さあ、君にこのバルハラの館へ招いた理由を話そう。君たち巨人族は知らないだろう。世界は調停者オーディンと呼ばれる大いなる存在に支配されていることを。万物は調停者オーディンによりその形、そのあり方を定められ存在を許されているのだ。そのオーディンの傍らには我らの主であり世界の均衡を保つ力を持つ天命の戦乙女の姿が常にあった。しかし調停者オーディンは突如天命の戦乙女をいずこかへ連れ去り自ら世界の均衡を崩し始めた。オーディンはこの世界を闇に葬ろうとしているのだ。めっちゃ大事ですやんそれ。我々はバルハラの戦士だ。必ずや我らが主天命の戦乙女を奪還し世界の均衡を取り戻す。天命の戦乙女の行方を探すためには三賢人と呼ばれる方々のお力を借りねばなりません。三賢人とは英知の結晶、世界の均衡をより堅牢なものとする力を持つ方々ですが、その居場所はつかめておりません。
勇猛なる巨人族サオリオ、このバルハラの館には古来よりある言い伝えが語り継がれている。世界の均衡が崩れかけし時、選ばれたる巨人族の戦士が我らの道しるべとなり、世界を闇から救うだろうと。僕はあの巨鳥と戦う君を見て確信した。巨人族の戦士にふさわしき者は君の他にいない。サオリ、我らバルハラの戦士の道しるべになってくれ。盟友のちぎりを結び、巨人族の戦士となって共に戦ってくれ。あかん、半分も理解できてませんですけど、いいですか？ちょっと難しいぞ。ようわからんワードがいっぱい出てきたけど。ありがとう、サオリ。君ならそう言ってくれると信じていた。踊ってる、かわいい。みんな、しかと見よう。彼女こそが、我らの道しるべとなる巨人族の戦士、サオリである。心強き盟友を得た今、我らの勝利は約束されたも同然だ。めっちゃ期待されている。おー、うわー、ふっ、バカバカしい。付き合っていられませんね。なんやこいつ。愚鈍な巨人族ごときが超定者オーディンを相手に何ができるというのです。ハーゲン、てめえ口を慎め。よせ、フロッティ。ハーゲンよ、君の戦士としての能力は僕も買っている。しかし盟友となった沙織を愚弄することは許さん。動きが一時可愛いね。さあ、巨人族の戦士沙織よ、粗末な品だがこれを受け取ってくれ。少しは君の助けになるだろう。はい、ありがとうございます。はい、音楽も盛り上がってまいりましたよ。クリアしました。何このクエスト、何が始まるんですの一体。我々は全力を尽くして三賢人の居場所を探し出してみせる。何か分かったことがあれば知らせよう。それまでは休息を取っていてくれ。はあ、はい、見ましょう。もう全然分かんないんですけど。何をさせられるんでしょうか。シグルド様、お考え直しを。ん、戦士たちを呼べ。もう誰か分からへん、誰が誰か分からへんね。名前はついてたけど。おお、なんだなんだ。10年前を思い出す。はあ、決してあの方を失うわけにはいかないのだ。バハルラの戦士たち。はい、バルハラか。もう全然分からへん。はい、もう早速に。っていうか、フーラちゃんいました？今フーラちゃんに会いたかったんですが。フーラちゃんのお部屋。結構ちっちゃいのね。来てくれたか、サオリ。君のことを待っていた。この子がちっちゃいわけじゃなくて、この乗っかってるね、ぬいぐるみがでっかいのか。わからんけど、なんかすっごいでっかいクマのぬいぐるみ置いてあった気がする。でっかいね、やっぱりあのクマのぬいぐるみが。リジン、戦士たちを呼べ。これより軍議を行う。直ちに作戦会議室に集うのだ。承知。見分けがつかない。スチャッと。かわいいな。サオリ、まずは朗報だ。バルハラの戦士たちの働きにより三賢人の一人の居場所が明らかとなった。お、すごいやん。三賢人とは、来たるべき最終戦争の際、我らバルハラの戦士と共に立つと言われる英知の結晶にございます。彼らはそれぞれ力と愛、そして光を司る賢人。こたび居場所が判明したのは力の賢人トールでございます。で、その力の賢人トールは、巨人族がこの世の楽園と呼ぶ娯楽の島とやらにいることが分かったんでさ。一つ問題なのは、その娯楽の島が途方もなく遠方の地だってことでして、誰が娯楽の島へ行くべきか。ラッカランのこと。賢人トールの捜索にあたる人員はもう決めてある。僕とサオリが行こう。ジグルド様、お考え直しを。あなたは我らバルハラの戦士を率いるお方。御身にもしものことがあっては。リジンよ、まだそれを言うか。僕はみんなを導く指導者として、巨人族の世界を深く知っておく必要がある。お前はそれを止めようというのか。滅相もございません。ではせめてお気をつけて行ってくださいませ。さて、
巨人族の戦士サオリよ、君の役目は先ほど話した通りだ。君にはこの僕と共に娯楽の島へ行ってもらいたい。力の賢人トールの捜索に当たろう。おい、やっぱりラッカランでしょうね。はい、行きましょう。心強い返事だ。巨人族である君と一緒なら力の賢人トールも必ずや見つけ出すことができるだろう。はい、なんやよ、わからんけど、はい、一人見つかったらしいのでね。それではすぐに出発しよう。僕は君のカバンの中に入らせてもらう。どうぞどうぞ。みんな留守を頼んだぞ。かっこええな。はい、また大事なものを手に入れました。参りますか。フーラちゃんどこ行ったんやろうな。はい、ラッカランにやってきたんですけど、この辺になんかマークがついてるんですが、なんかご存知ですか？コロシアムに用はないんですけど、はい、久しぶりに来ましたよ、ラッカラン。カバンの中からシグルドの声が聞こえる。おい、素晴らしい。僕の想像をはるかに超えている。この島が巨人族の娯楽の島。サオリ、僕はこんなに美しい景色を見たことがない。すごく興奮されている。うん、あれは見つけた。なんと幸運なんだ、こんなに早く見つかるとは。サオリ、あのご婦人を追ってくれ。離れていても感じる力の波動、あのオレンジ色のものこそが賢人トールだ。あー、同じような見た目の、持ってるね。どこへ参るんでしょうか。コロシアムの方に向かってった。私コロシアム入ったことないんですけどね、まだね。あ、いたいた、コロシアムに入る前かな。この方ですよね、確かね。なんだい、私みたいなおばちゃんになんか用かい。はあ、私の人形が欲しいって。この人形が力の賢人。妙なことを言うやつだね。この人形は私にとっちゃちょっとしたものなんだが。へえ、あんたいい目をしているね。もし10年前だったら迷わず私の傭兵団にスカウトしていたよ。よし、いいだろう。この人形あんたになら譲ってやる。でもただってわけにはいかないよ。私が現役時代にお守りにしていた鋼の剣を用意しておいで。そいつとなら交換してやろう。お、鋼の剣、どっかに売ってるかな。はい、手っ取り早く取引商に売ってもらいましょう。おい、買います。ありがとうございます。よし、エイダさん持ってきたよ。あんたやるじゃないか、鋼の剣を手に入れたんだね。さあ、私に譲ってくれるかい。はい、どうぞと。はい、これですね。はい、誰かが作ってくれたやつ。はい、渡しました。うん、確かに受け取った。こいつを見てると10年前を思い出すよ。戦士としてかけていた遠い昔をね。あ、かっこいいな、おばちゃん戦士やったんですね。私は傭兵団のリーダーだったんだよ。でもある戦いで傭兵団は全滅して恋人まで死なせちまった。あ、辛い過去があったんですね。この人形はその恋人にもらったものなんだ。え、そんな大事なものいいんですか。でもいつまでも死んだ恋人の形見を持ってる女なんて私はまっぴら。さあ、持っていきな。かっこええおばちゃんやな。はい、いただきました。すいませんね、なんか。はい、シグルドが話しかけてきます。巨人族は仲間の死を悲しむのか。その気持ちは僕にはわからないな。戦いに散った戦士の魂は神の身元へ導かれる。仲間として喜ぶべきことではないのか。はあ、まあいい。ついに力の賢人トールを見つけることができたわけだが、どうやらトールは眠っているようだ。僕の手で目覚めの術をかける必要がある。すまないが、ワルハラの館へ戻ってくれ。はい。人使いの荒い人形やな。まあ戻りますけども。戻ってきたよと。みんな待たせたな、僕だ。今帰ったぞ。かっこええな。さて、おお、この方が力の賢人トール様。なんという神々しきお姿。英知の結晶よ、我が声に応えたまえ。天命のもとにその英知を捧げよ。賢人トール、その瞳に光を。かわいい、ピコピコっつった。お、起きた。賢人トール、ようやくあなたにお会いできた。
ふうむ、天神通る。久方ぶりに我が名を呼ばれたわい。ずいぶん長く眠っておったようじゃ。天神通るよ、あなたの力を借りたい。天命の戦乙女が連れ去られたために世界の均衡が崩れ始めているのだ。なんじゃと？天命の戦乙女が？こうしてはおれん。すぐに我が戦術で残りの三賢人の居場所を明らかにせねば。ひとまずわしに任せてくれ。お、頼もしいね。沙織、君のおかげで天命の戦乙女の奪還に向けて大きな一歩を踏み出せた。わずかだがこれは礼だ。おい、ありがとう。ちっちゃいね。おい、次、まああと2人探さないといけないので、うん、まあ探すっていう感じのクエストになるのかな。そういえば君には天命の戦乙女の話をほとんどしたことがなかったな。僕はあの方に出会った日を忘れはしない。あの日、敵の夜襲に倒れた僕の前に昇るはずのない太陽が現れたのだ。勇猛なる戦士ジグルドよ、目を覚ましなさい。戦いに散ったあなたの魂は尊きもの。これからはバルハラの戦士として新たな人生を歩むのです。そうして僕は美しく気高い天命の戦乙女に仕えるバルハラの戦士に生まれ変わった。なんか私の人生と似てますね。僕の命は天命の戦乙女のもの。決してあの方を失うわけにはいかないのだ。私の場合は亀様に導かれましたが、はい、見ましょう。さて、あと2人を探しに行く流れになるとは思うんですが、指導者という立場をお忘れでは。はあ、ああ、プクリポ族、あんたって私の神様？何を言ってますの？あ、3人いる、3人いるね。賢人揃ったっぽいよね、どうやら。次で揃うのかな。うん、我らの元に三賢人が言ってるもんね。復活の三賢人、人形たちのラグナロクっていうタイトルですからね。はあ、どんな感じ？ほいで、またここに入ればいいんですかね。占いをやってるのかな。やや、巨人族の戦士沙織様、これは良い時に参られましたな。ちょうど賢人トール様の戦術の結果が出ようとしているのです。ささ、こちらへ。わー、すごい本格的。大地の精霊たちが呼びかけに応えてくれた。この輝きが残りの三賢人の居場所を教えてくれるじゃろう。ふむ、この世界のどこかに巨人族が治める桃色の城があるらしい。とても雄大で美しい城じゃ。その地下にある身寄りなき子が集う家に英知の星が2つ見える。2人の賢人はそこで眠っておるじゃろう。お、2人まとめて見つかりそうか。なんと2人の賢人は同じ場所にいるというのですか。これは探す手間が省けますな。しかし身寄りなき子が集う家とは、沙織なら思い当たる場所があるのではないか。僕も同行するから一緒に賢人の捜索に当たってほしい。ピンクの城っていうとプクリポの城ですよね。身寄りなき子、プクリポの城にそんなとこありましたっけ。ちょっと私記憶力悪いんで。はい、受けます。ありがとう、君にはいつも感謝している。それではすぐに出発するとしよう。おい、受けました。シグルド様、またあなたが行かれるのですか。あなたは指導者という立場をお忘れでは。天命の戦乙女を思うあまり、どうやら冷静さを失っておられるようだ。冷静さを失っているのではない。僕はただあの方を救うことこそが我が使命と心得ているだけだ。巨人族の戦士沙織よ、君のカバンに入らせてもらうぞ。はいはい、どうぞどうぞ。しちゃっとね。おい、大事なものを。はい、ずっと占いが光っているね。なんかシュールやな。お、今すぐメギストリス領。そうです、メギストリスのお城はピンク色でしたよね。さあ行きましょう。は
はい、メギストレスにやってまいりました。はい、このように縄文からしてですね、ピンク色なんですよね。で、身寄りのない子たちっていうのがあんまりピンとこないんですが、ここで行き先を見ると教会にマークがついてますね。じゃあ教会に行ってみます。あ、確かになんか教会の中に子供たちがいっぱいいますね。おい、あ、この子なんか知ってるかも。え、お人形？お姉ちゃん、お人形が欲しいの？ダメ、この子はポプリのお友達、たった一人のお友達だもん。お姉ちゃんになんかあげないんだから。そうやんな、こんなちっちゃい子から人形くれ言うて奪うわけにはいかないでしょう。私この子と二人でいるのが好きなの。くくりのことも好きじゃないし、今度のダンスパーティーにだって行かないもん。私の前で誘う踊りの仕草を見せてくれたって全然嬉しくないんだから。仕草を見せたらくれそうちゃう、この子。このくくりちゃんのことは好きじゃないんですか？私もぷっぷりも拾われた子なんだ。二人ともプーポッパン王の生誕祭の夜に教会の前に捨てられてたんだって。あ、そうだったんですね。だからってロロップ神父は私らのことを姉妹扱い、お揃いっぽい名前までつけてくれちゃってさ。勘弁なんだよね。仲良くないんですね。なんで？だってププリってよくわかんないし、ロロップの神父にもらったこのオレンジの人形が私のたった一人の友達なんだ。え？あんたこの人形が欲しいの？この人形が賢人ってわけわかんない。そうでしょ、私もわけわかってないです。あのね、これは大事な人形なの。あんたになんかあげるわけないし、それに今私はそれどころじゃないの。ロロップ神父がダンスパーティーを開くとか言い出してさ、私踊れないからピンチ到来、頭いっぱいってわけ。ああ、神様、誰かが私の前で仕草のベリーダンスを見せてくれればいいのに。はい、わかりました。あ、ベリーダンスは覚えないといけないのか。ウルビア地解析で跳ね回る、あの踊る大先生の得意技なのやって。力を認められないと教えてくれないのか。ちょっと面倒やな。とりあえず誘う踊りっていうのはできんのかな。どうなんでしょう。あ、誘う踊りありました、ありました。はい、これでププリちゃんの方はどう、どうですか、どうですか、ププリちゃん。うまくいきそうか。あ、踊ってる踊ってる。誘う踊りでございます。はい、ふりふり腰振ってね。わあ、それが誘う踊り。ありがとう、それなら私にも踊れそうかな。違うよ、ダンスパーティーに行きたいんじゃないの。私のお友達はお人形だけ。ただ踊ったらどんな気持ちになるかちょっとだけ知りたかったんだ。じゃあ踊ってみようよ、一緒にね。はい、あ、くれないんですかね。くれそうにないか、まだ。はい、うん、そっか、この2人とも、うん、叶わないとダメなのかな。ベリーダンスね、ベリーダンスはちょっと持ってないんですわ。ベリーダンスを覚えに行ってきます。うわ、大変やな。はい、はるばるウルベア地解析。ここで踊る大先生ってなんやろうな。踊る大先生って踊る宝石のことかな。そうですよね、それ以外はちょっとここうろっとしましたけど、あ、合ってるっぽい。よしよしよし、倒していこう。うー、結構ここまでも時間かかりました。火柱でいいかな。よいしょ、いやー、はい、やっつけました。どうかな、まだダメか、何匹かやらないとダメか。お、倒したらなんか切り替わったよ。お、踊りの極意を落としていった。そういうことか。はい、踊りとはすなわち愛、見る者に情熱を伝え心をつなぎ合う愛の告白である。大先生、踊る宝石が書いたんかなこれ。え、どういうことどういうこと。まあまあ分からんけど、ベリーダンス覚えました。オッケー、よし、じゃあこれで戻りましょうか。なんやこのクエスト。よいしょ、じゃあベリーダンス踊ります。よいしょ、あ、いいね、セクシーやん。どう、あ、いいね。
妖艶な感じのダンスですけど、これククリちゃんにはちょっと早いんじゃないかな。踊ってる踊ってる、めっちゃ見てるな。ええやん、沙織ちゃん、ええよそれ。まあ服装もまあまあ、うん、似合ってる。踊り子の服に着替えた方がよかったかな。まあまあまあ、わお、それが噂のベリーダンスね。あんたってあたしの神様？それならあたしにも踊れそう。まあ確かにね、そんなに難しそうではないかな。これでダンスパーティーもバッチリね。あとはププリさえ、うん、なんでもない、あいつのことなんてどうでもいいんだった。ん？仲良くしたいんじゃない、ほんまはね。うん、そうかもそうかも。あ、やっぱりもうダンスパーティーの時間じゃん。それじゃあね、旅人さん。はい、行ってらっしゃい。ププリちゃんも一緒に行けばいいのにね。そっか、もうそんな時間。ちょっとくらいなら覗いたっていいよね。いいよいいよ、行っといで。かけてった。その日、メギストリスの都の教会前広場ではとびきりのダンスパーティーが開かれた。大人も子供も楽しい音楽に合わせて時を忘れて踊り続け、やがて夜は更けてった。おーい、さて人形くれるかな。うん、可愛らしいな、歩き方が可愛らしいわ。さあどうやった、楽しかった？ただいま旅人さん。私も踊ってきちゃった。あんなに楽しかったの初めて。よかったよかった。だったらうじうじするのやめようよ。あのね、私本当はずっとププリと仲良くなりたかったんだ。素直に打ち明けたね。今日一緒に踊れて嬉しかったよ。私たちこれからは友達だよね。うん。お姉ちゃん、このお人形あげる。本当のお友達できたから、私もういらないかなって。じゃあ私もププリと仲良くできたから、このお人形いらない、旅のお姉ちゃんにあげるよ。はい、ありがとう。あ、愛の賢人フレイヤ、光の賢人バルドル。ほう、はい、シグルドがなんか言うてます。巨人族の戦士サオリオ、ついに愛の賢人フレイヤと光の賢人バルドルを見つけ出したな。彼らにも目覚めの術をかけなくては。急ぎバルハラの館へ戻ろう。おーい、さてよかったねククリちゃん。はい、まさかあのププリがダンスパーティーに来てくれるなんて、あたしほんと嬉しかったな。よかったね。それもねすごかったんだよ。ププリの華麗な誘う踊りにみんなの視線は釘付けだったんだから。うわ、それは私も見たかったな。ずっとお友達が欲しかったの。でもククリと仲良くなれるなんてちっとも思ってなかった。あたしダンスパーティーに行ってよかった。おかげでお友達ができたんだもん。みんなお姉ちゃんのおかげだね。いやいや、勇気出してププリちゃんが踊ったおかげですよと。さて、はい、じゃあ戻りましょう。忙しいな。ふう、やっと戻ってくれた。スチャって登場する。リジン、皆を集めよう。おお、おかえりなさいませ、シグルド様、サオリ様。もしや、ついに我らのもとに三賢人が。承知、すぐに皆を集めましょう。みんなぴょんぴょん跳ねて。三賢人よ、その瞳に光を。ピコピコってて可愛いわ。お、起きた。愛の賢人フレイヤ、光の賢人バルドルよ。我が名はシグルド。こうしてお前たちに会えたこと嬉しく思う。聞いてくれ我が同胞たちよ。今調停者オーディンによって世界の均衡が失われつつあるのじゃ。そなたらも戦士シグルドに力を預け、共に戦ってはくれぬか。愚問ですわ、賢人トール。答えは一つに決まっています。我らの命、戦士シグルドに預けましょう。異論はない、すべては世界の均衡のために。礼を言う。そなたら三賢人にはいずこかへ連れ去られた天命の戦乙女の居場所を突き止めてもらいたい。もはや一刻の猶予も許されんのだ。急いでくれ。
承知した。我ら三賢人が揃った今なら、天命の戦乙女も見つけ出せましょう。我らの戦術で必ずや探し出してみせますぞ。沙織、君には本当に感謝している。三賢人が一堂に会することができたのはみんな君の働きのおかげだ。この品は戦士たちに用意させた。どれほど役に立つかはわからないが、今後の戦いに使ってほしい。ありがとう。お、緑の宝石、セキュー。ほい、経験値の区分賞。はい、復活の三賢人クリア、イエーイ。さあ、戦乙女が見つかるのでしょうかね。今は三賢人に任せ、しばらく休息をとっていてくれ。何か進展があれば知らせよう。おい、わかりました。次回予告見ましょう。おい、見つけ出せるでしょうか。まあ3人揃ったしね。おい、地底世界、我らの魂は神の身元へ。はあ、ハーゲン、お前がなぜ裏切り者、もしかしてまさか。あ、フーラちゃん、やっと出てきた。うわ、すっごい久しぶり。ほんまにな。わあ、リブルヘイムサガ、なんだこのかっこいいタイトルは。はい、次回念願のフーラちゃんに会えそうですね。またなんか関わってくれんの嬉しい。フーラちゃんが関わったシナリオになってきそうな気がしますよ。わー、ワクワクすんな。じゃあ続きは気になりますが、次回やっていきたいと思います。今日も見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。